吉谷さん、今の動画ね、良かったじゃないですか。なんかね、私今ね、三味線民謡を教わってるんですよ。でもこれ言い方を変えると、稼ぎ方を教わってるんですよね。じゃないですかね。空手道場もそうですよね。空手を教わってるようであれ、これ稼ぎ方を教わってますよね。っていうのが、空手を教わりながら技を覚えていって、どんどんね、レベルが上がってきて大会とかでこう優勝するじゃないですか。そしたら将来自分の空手道場を作った時でも生徒さんが集まって生徒さんから搾取できるわけですよね。これ他のこともそうですよ。プロボクサーでもそうですし、そろばんでもね、書道でも同じです。学校教育っていうのだけがなぜかね、学校で勉強して、先生は給料もらって生徒さんというお客さんから搾取して、で将来生徒が稼げるようになるかって言ったら稼げるようにならないわけですよ。だから一番の詐欺は学校じゃないかなと思うんですけどね。何の意味もないことを、まあ全部は意味がないってことはないですけどね。結局学校で劣等生でも年収1000万とか2000万いくわけですよ。で、学校で真面目に勉強した人は職にあぶれてるっていう状態なんですよ。何なんですかね、これはね。ということでね、ちょっと話戻しますと、私は民謡三味線を教わってますけども、これね、将来自分が三味線とか民謡を身につけると、一定の集客力もつくし、信用もつくし、指導力もあるんで、これ金を稼ぐ方法を教わってますよね。だからダイレクトにお金を稼ぐ方法ですよって言ったら嫌われるんで、あ、じゃあお稽古事しましょうとか習い事しましょうとか、なんか武道で身につけましょうとかね、そんな形でごまかしてるんじゃないかと。でしかもそれを補填するべき、あの、例えばね、カンフー映画があったりね、なんかいろいろとあるわけですよ、そういったコンテンツが。要するに世界がプロダクトローンチをしていて、でそれに乗っかってなんとか教室、カントカ教室って言ったらね、なんかそこは儲かっちゃってると。でしかも表向きは技術を教えてるとこなんですよね。でも結局は金稼ぎを教えてるとこなんですよ。そこはどっちが詐欺だよって話ですよね。どっちがじゃあ正直にお金を稼ぐ方法ですよって言ったところが、なんでね、詐欺扱いされて、お金を稼ぐ方法じゃないんだけども違うんですよ、心技体ですよとかね、テクニックですよとか学習ですよとか言ってるところは詐欺扱いされないのか。まさにこれがね、最大の詐欺だと思いますよね。いや、面白いですね、こうやってなんかこう上げ足を取っていくと。という意味でね、吉田さんの動画良かったですね。ちなみにね、私最近生活保護のことを考えてるんですけども、生活保護費って安いなと思うんですよ。まあ私が受けるつもりはないんで大きなお世話かもしれませんけども、聞いたところによるとね、生活保護費って地方で9万円で都市部で15万らしいんですよ。まあインターネットをフル活用すればね、この金額でもいいと思いますけども、ただやっぱりね、健康で文化的な生活を送るための生活保護でしょ。それは高級車とかね、私みたいな R34 とかね、ああいう車を持てとは言いませんけども、5年落ちの中古車の維持費すら払えないような、そんな基本的な生活保護なのかなと思うんですよ。税金も上がりましたしね。だから今の時代に合わせた生活保護のスタイルがあってもいいんじゃないかなと思いますよね。まあ吉田さん興味ないと思いますけど、こういうことはね。でも私はね、このね、おせっかいなんですよね、きっとね。自分に関係ないことに一生懸命頭使っちゃうんですよ。まあ暇なんですかね。まあ暇ですよね、確かに。暇でございます。では行ってらっしゃい。